うん、本日審議に応じていません。であの与党側は午後からも民主維新に出てほしいというふうに言っておりますが、この対応はどのように言いますか。今年の初めから特例公債法とこの軽減税率を入れたこの税制改正法は2つとも重要公判事案ですから、分けてちゃんと審議をしてくれということをずっと要望してまいりました。しかし、これを一括して昨日趣旨説明を行ったことは、これは大変乱暴な話で、今までの国会でそういうことないんですね。ですからルールに反したことをしていますので、私どもとしてはそういう日程を無理やり、強行してきたことに対してはその質疑には応じられないということなんですよ。だから我々としてはですね、重要公判というのは首相がちゃんと出席してきちっと最低でも20時間以上の質疑をするという、これは国会でずっと我々が与党の時も含めてやってきたルールですからね。でそれを全く無視してですね、一本言い方は悪いですが、雑煮のごった煮みたいなことで特例公債法と軽減税率を面倒だから一括審議しろっていう態度の悪さはやっぱり安倍政権のおごりだと思います。こんなことをやってたら明日以降の予算委員会の日程もやっぱり与党の言う通りにはできません。この問題というか事件の一方の当事者の話はほぼ詳細は分かりましたよね、皆さんも我々も。もう一方の当事者である甘利先生のサイドのことは全く発信がありません。我々は欠席裁判はしたくないから、甘利先生やその秘書さんたちは今報道されていることは事実かどうかということを国民の前で知らしめる義務があると思うんですよね。それを全くやらないで、梨のつぶてで電話にも出ない、しまいには診断書付きで国会に出てこない、この態度は決して良くないし、あの涙の会見というのは国民受けするだけのパフォーマンスだったということの私証明だと思うんですよね。我々も相手方の方の話を一方的に聞くのは公平だとは思っていないから、国会で両者来ていただいて白黒はっきりした方がいいんじゃないですかと、甘利先生のためにもということで言ってるわけですから、そういう点では出てきていただかないと、これは一方が言ってることが正しいんだなということになると思います。政治的駆け引きをしているのではありません。今回の一連の報道やこのいわゆる事案が事実かどうかを確認したいだけだから、与野党の綱引きでこれをやっているということではないということだけは申し上げておきます。NHK からです。関連にもなるんですけども、そうした与党側はその甘利さんの、承認喚問というか、国会にも出してきていない中で、秘書も出てきていない中 です、ね、で与党側は25日予算委員分科会をまだやりたいと思っていますし、年度内の成立も衆議院です、ね、通過を目指しています。そうした姿勢についてどのようにお考えになりますか。それはあれだけの数があるんだから日程を勝手に引き決めてどんどんやろうと思えばできるとは思いますけど、国民の理解を得られるかどうかって全く別の話だから、
恥ずかしい閣僚もたくさんいるのも分かったし、甘利先生の問題も辞めればそれで終わりだという意識でやってたんでしょうけども、実はそうではないことがだんだん分かってきたと。国民目線で考えたら、日程ありきで突っ走ってるっていうのはおごりにしか見えないと思いますよ。参議院もありますからね。全体に税法がまさにそうだけど、自分たちが決めた日程でどんどんやれなんていう話はならないです。特に軽減税率なんていう問題をですね、年度内に成立をさせないといけない理由なんかどこにもないのに、それを年度内成立の税法と一緒にした法案で出してくる、この態度の悪さ。特例公債法と東日本復興の関連法は全く関係ありませんからね。それを抱き合わせて、そのさあやれやれやれという態度、これが数のおごりなんですよ。丁寧な審議を妨げているのは与党の方だから。何かありますか。私も高橋です。初任幹部にちょっと補足なんですが、先ほどの話だと先に元秘書をその呼ぶことを考えるよりも、まあ、甘利さんとセットで呼ぶことをやっぱり求めていくということになるんでしょうか。本当に何でも言いますけど、一方的にこうして一方の方、一色さんをはじめね、きちっともう持ってるものも出して調査にも応じて、我々の事情調査にもちゃんと応じていただいておりますから、我々としてはもう一方の当事者である甘利さんなり秘書の話を聞きたいわけです。本当にレクサス欲しいって言ったのはあなたですかと聞きたいんですよ。今なら絡めますっていうふうに UR 側も認めてるわけだから、来てるということは面接に一緒に確認したいんです。でもそれ確認できないですよね。与党が数の力で守ってるわけだから、甘利さんや周りの秘書出させないようにしてるんでしょ。実質解明なんかできないですよ。そしたら野党に承認喚問できないのは力がないっていうのはマスコミ間違ってんじゃないの。与党が300の力でいわばそういう証言をさせないようにプロテクトしてるんでしょ。それが一番実態解明を阻止してんだから、首相の責任ですよ。首相が総理として総裁として喚問や少なくとも参考人で出ろと言えば事態は動くし、事実関係ははっきりするし、逆に言えば甘利先生の涙の関係が事実だったらばそれは証明できるんだから。何かありますか。